頭になってしまった分をどっか取り返すんじゃないかなと、全体を見たらそんな印象なんですけどね。ただもちろん選手さらに上で考えてる可能性があるので、まずはここから見ていきましょうか。そうですね、まずは何が禁止になるのか。マクロは変わらないと思いますね。はい、ウロス、ウロス、ウロス、ピクシー、やはり先ほどは、やっぱりピクシーきつかったですよね。そうですね、はい、そうなれば今度は何を選択するんでしょうか。いや、ここ難しいですよ。ヤドラ、あ、じゃあヤドラ選ばせていただくよと、はい、さっきまで使用禁止してたヤドラ辛いんでしょという、はい、ドラフトの中で会話が今起こってまして、ね、そうですね、両チームの嫌でしょ、嫌だよねっていう感じのヤドラが、いやー、まあ、これもこうなりますよね。わかりますね、ここもわかるところで、それに対してのところ何が出てくるんでしょうか。まあ、ミュウがまだはまずオープンと、はい、なって、いや、ハピナス取りたいですよね。そうですね、ハピナス、ガブリアスっていう並びがハイファイブ絶対強いんですよ。そうですね、で、私らガブリアスさっきつらかったんですよ。そうですね回復しきれない、サポートしきることができなかった、できなかったので、いや、これ私らがしたい、したい、いや、せざるを得ない。そうなると 1S が切り込んでいくというような構成は少し難しくなりますが、そうですよね。いや、なるほど、やはりこうなりますか。はい、さあ、ラストピック、ここが注目ですが、いや、でもガブリアスしかないんじゃないですかね。ギルガルドの恐怖があるので、ギルガルドに対して何を出していくか、ガブリアスしかないと思いますね。いや、これおやすみマクロがドラフトうまいような気がしますね。ただうまい気がします、はい、これ、はい、ハイファイブ考えなきゃいけないことが増えましたよ。ヤドランに捕まるパターン、ヤドランがガブリアスの回復が、ガブリアスを捕まえるパターンが追いかないパターン、ギルガルドがマホクシーまで私らがまで届いてしまうパターン、はい、カビゴンがグレイシア、ギルガルドに攻撃でやられてしまうパターンで、ミュウの遠距離攻撃、いや、どれから見ていったらいいか分かんないですね。ハイファイブとしては、はい、かなり課題の多い試合になりそうだというお話ですが、いや、多いですね。はい、セマクロはこれもう今までの見た上で一番嫌なところを選んできましたからね。本当にもうなんか、その選択画面から何かなんかオーラが、圧というかオーラというか、いや、これはきつい、はい、考えるだけできついですね、あの選択。さあ、それでは決勝戦第3試合見ていきましょう。ここで決めきるのか、ハイ5、ただこれ、まあ、全く予想してなかったわけではないと思うので、ええ、ガブリアスの動き方とか、あとストライクの入り方でカバーって感じですかね。そうですね、はい、下ルート、はい、先ほどはかなり下ルートをうまくしのいでいたという印象ですよね、ハイファイブ。ただ今回はまあ3回目なので、おやすみマクロももっと上手い動きするかもしれませんし、はい、もうそれでいいって考えてる可能性もあるので、結果勝ってるので、うんうんうん、いますし、いや、今回トン選手ちょっと先ほどまではこれ KO あったんですけど、おー、いやー、耐え切りますか、逃げ切って、結構これ開始が1点もありそうですね、はい、ありそうですね。このボルビーのラストヒットは、ここも倒して、あ、しかもこれ下にストライクが合流してますね、一旦。そうですね、今回は一度顔を見せて、その後、はい、上に移動すると、はい、動きは変えたんですけど、結果としてこれおやすみマクロが序盤フリ作ってた分のフリがちょっとなくなったっていう可能性はありますね。はい、さあ、ここでただここはミスで、はい、プレッシャーを生かしながらハイファイブが押し込んで有利を作っていく。ここの場面ですよね。ここでシンリーがどれだけダメージを出して腹よくは KO につなげたい、はい、しかし P もそれを気づいて駆け寄る、はい、SCA のフォローが本当にこの大会中だけ見れますね。うん、下に関してはさすがにミュウがいる分、カビゴンがいても有利は取ってますね、はい、おやすみマクロ。ただここは、りながら、はい、バンデージを出す、すごい、エレクトロールからのソーラビーム、カビゴンとイエドと、そうですね。さあ、そしてここもまた見どころなんですけど、ガブリアスって本当はこの時間弱くないはずなんですけど、あっという間です。 P 選手が合流がうまいので、これギルガードに進化見えてきましたね。見えてきましたね。7分時点での進化がこれまた少なくとも中央エリアにポケモンいるので、ええ、
まあ、間違いなくそうですね、自陣のポケモンを倒していけば、はいはい、あーもう自由にミュウは自由にレベル5の技チェンジを得た瞬間からもう、はい、好き放題やってますね、駆け回ってますね、駆け回ってますね。さあすでにギルガルドに進化しているのはコント、はい、対して BKZ もここは経験値を稼いで、いやただこれいや襲いかかってくれ、はい、ドラゴンダイブ、ドラゴンダイブここは避けてと、いい選手はもうレベル8、アメ選手の空火も攻撃が当たり続けている状況、もうレベル7、はい、そしてストライク、シンディのストライクがレベル9、ライト技が使用可能になっている、ここが一つ肝になりますか。一般的にはこのレベル9のストライクっていうのは本当に止まらないはずで、最強クラスですよね、はい、2匹ぐらいのポケモンを KO される展開が多いんですけど、どう仕掛けていくか、立ち位置で少し慎重にいくか、これダブルウィングかわしている可能性ありますよ。 いくら KO になります。いやで、すぐグリーンストライムから、いやただ PE を KO、 さらに豆を KO、 来た、シンディが起点を作りに行く、その隙にチームメンバーがレジアイスを KO していきます。ストライクのユナイト技を使いつつの一番分かりやすく強い形ですね。ただここ竹小屋選手しっかりと大きい点のゴールは許さないという感じで、竹小屋ユメニャンの両名がしたルートゴールフロントを守っていきます。ハイファイブ本当に素晴らしい動きなんですけど、おやすみ袋のうまいところは、はい、あそこって、おお、なるほど、これはしっかりと倒せるラインで、ジエレキ、はい、逃げるわけではなくリターンを取りに行く、はい、で、あの下ボールまで基本つながるんですよね、ストライクが一方的にないと技あるとかって、はい、そうさせないっていうのがあって、あこれはミュウがスティークミラージュ逃げていく、さあいくらの KO につながるかどうか、いや、ハイファイブ KO してますね、時間を使いながら反転で KO、 KO なのでこれで2連続、レベルの差はまた開いてますね、ええ、下のレジアイス倒した分プラス KO、 そしてストライクも2回目のストライクナイト技まですごい早いんですよね。さあここも、はい、さあトン選手これ体力管理を考えて、いや攻めに行く可能性あるかなと思ったんですけど、行きますね、行きますね、行きますね、これマクシーに届いている KO、はい、さらにイクロン体力も削っていく、これも KO は出て、次の燃える風で KO、 ルビスにも襲いかかる、いやこれシンディが見えているか、聖なる剣が出れば強化通常攻撃、気づけばストライクの体力もない。いやこれなんですよ、おやすみ真っ黒の強いところはこの KO からエース級のポケモン選手が育っていくところ、どこから育ってもいいという、はい、どこかが育つと止まらなくなる、先ほどの経験値のビハインドを押し返しているのがおやすみマクロ、そうですね、さあまもなく下ルートにポケモンが出現しますが、ユナイト技のことだけ考えるとここはハイファイブさすがに攻め込みたいと思うんですけど、乙女の場合最速で使っていくら守っていく、いやこれトン選手のあれですね、乙女の一振りで使わされたに近かったですね、そうですね、さらにつなげ、はい、KO につなげて、はい、2 KO、 ここで、はい、KO していくのはうまいところ、グリーンサダイブかわして、かわして、いやしかし距離感の管理が下がりきってダイヤモンドステージ判定していくのはビーラー、ビジスチルに、わー届いた、燃える風を集めてラストヒット見逃しません。そうですね、波乗りで動けないタイミングでラストヒットを合わせてきましたね。一進一退、スコア差も1、はい、ここを守れるかどうか、 BKZ 切り込んでいく、ちょっと難しいところですね、さすがにこれはちょっとこれを KO していきます。ローラービームダメージが入って捕まえていく、ローラービーム一気に KO、 ただこれガーミアスに対してグレイシアの一撃がすごい重くのしかかってますね、はい、前に出れば確実に大きく体力奪われる、はい、クリアスも本当にあの防御高いので、いわゆる距離での攻撃の試合に関してはかなり強いんですけど、はい、クリシアがしてやはり辛そうですね。点差が1点っていうのはまた1点わからないところで、そしてレベル差もエースを見ればいやないですね、そうですね、ほぼ変わらず、はい、まあ、若干ハイファイブですか、そうですね、これもさらに KO が生まれている、しかし回収していくのは P、 さらにそれを追いかけるのはシンディ、 KO できるか、KO につなげて、さらにかき小屋、はい、雨を追いかける、このタイミングのレジエリキ非常に重要な、そうですね、あただストライク捕まえてやりますが、
アメ選手のミューがこれおそらく波乗りで新人の KO に向かいますが逃げ切っている。素晴らしい体力管理。ソーラービームが終わって、そうなるどちらがレジエル機のラストヒットを決めるか。新人のストライク、素晴らしい。レベル14でさらにミューを KO、 ミューを KO、しかも下ゴール、下ルートでは BKZ が47点。ハイファイブだいぶこれ押し返しましたね。あとは最後の本当にこの集団戦どうなるか、ただそれだけ。はい、基本はレベルだけ見るとガムヤス14、ストライク14なのでハイファイブ有利ではあるんですけど、ブレイシアの14、それからヤドランのユナイト技次第では、はい、どうなるか本当に分かんないです。そうですね、はい、これはどういった仕掛けか。15のストライク、いや、ここで、あ、これはもう当たってきますね、絶対 KO したい。いや、しかし上に抜けていきます、逃げていく、素晴らしい。お互い、だってこれいい形になったのは今度は親瀬マクロ。そうですね、ポジション的にも、はい、いくらが入ってる、おっと、凄まじいダメージ、倒しきれません。マックスインパクトが刺さっているが、そして綿毛の前で分断していく、トンガ BKZ の、いやー、ただ一瞬 KO している一瞬のうちに、これどうなるかまだ分かんないですよ。いや、 KO 返してますよ、はい、ガムヤスもやられているので、さあ P に託されている、 P が救うのか、おやすみマクロ。いや、ただこれ、これ難しくて、はい、この後がやんなきゃいけないんですよ、おやすみマクロは。そうですね、あ、いや、止めている、よく見ています、マメ受け目ない。そしてここは強化攻撃でマメが決めていった。21点からのクーザ KO はおやすみマクロ100点。さあ231点、得点差は約50点。さあ、そしてさらにここで100点を追加。さあ、残り30秒、さらに得点を追加していく。残り時間はあとわずか。もうこれはあとは押し込み続ければ最後の祭りが始まりそうですね。おやすみ黒恒例の祭りが始まるここまで勝ち上がって自力で、今日この日東アジアで最も強いと証明してみせたのは、はい、おやすみ黒となりそうです。ここでゲームセット。ポケモンユナイトウィンタートーナメント2023ファイナル、優勝はおやすみマクロとなりました。ございます、おめでとうございます。ストレートでいきましたね、はい、勝ち切りますか。勝ち切りましたね、まあ、どの試合も紙一重のところだったんですけど、ギリギリのところでほんの少しの上回ったっていうところが、はい、なんでなんか結局あれなんですよね、 5-0 みたいな KO の仕方にはならなくて、お互いどっかとどこかが倒し合ってっていう展開、はい、ギリギリのところが続きましたね。いやー、さあ、それではスタッツとなります。はい、まあ、最後までダメージを出し続けた P 選手、いやただ今回は本当にホクシー Z レイ